キャンプのね火を起こしたいと思います。やっと来た。マックやっと甘いわ。おやすみなさい。よし、まぶしい。おはようございます。キャンプ2日目ということでスタート。あ、はい、ということで改めてね、おはようございます。今日ね2日目の朝となりますが、ここねめっちゃ富士山見えるんですよ。で今日すごい晴れたの、まあ、こんな感じでね雲がかかってはいますけど、まあしっかり見えるね。最高の気分だよね。昨日のね夜間は、まあ、2度ぐらいで、結構ね寒いは寒いんだけど普通に寝ちゃった快適な睡眠でございました。まあね、だいぶ夜飯も5時と早かったんでお腹も空いてきましたんで、ちょっとね朝飯を作って食べて片付けてね今日は帰りたいと思います。ということで、朝飯はねホットサンド作っていきたいと思います。よいしょ。ダメだ、寝起きは全然テンションが上がんない。いや、この空気で喋るってのは無理よ、無理。本日はね、この子使ってホットサンド作っていきます。オッケー。はい、まずこちらと、まずはパンとに、こちらのスライスチーズ、はい、そこにこのサラダチキンスモークの切り落としね、これを乗っけてと。よいしょ。はい、オッケー。ここにこれ卵サラダ入れちゃおうよ。上からスライスチーズと、でこれパンでね挟んでいくスタイルで、よいしょ。絶対うまいやつじゃん。はい、はい、これでしばらく待ちましょう。あー、なんだろう、最高だな、ここ。景色いいし、静かだし、空気も澄んでるし、最高じゃん。あー、キャンプ楽しい。よいしょ。ほい。どうだ。まだまだだけど、いい感じだね。よいしょ。なんか腹減ったな、急に。待ち時間かな、ワクワクすんな。オッケーじゃない、これ。一回ちょっとひっくり返してみようか。えい、ドン。おお、いい感じ。うまそう。あ、もうだんだんね、いい匂いが上がってきた。パンの香ばしい匂い、うまそう。うわ、絶対うめえじゃんこれ。グラム OK かなこれ。よっ、いくよ、せーの、ドンと。うっ、わー、完成。うわー、ホットサンドね、こんな感じで完成しました。ちょっとこれ割っていこうか。うわ、うわ、うわ、
いや贅沢だねこの朝。うまそう。それでは改めていただきます。めえ。これはずるいな。抜群にうまいじゃん。こういうね簡単で、まあ、普通にすぐ作れる朝食でもこの景色を見ながらね食べてるとマジで幸せ。すっごい楽しいし幸せ。水がうめえな。最高。ごちそうさまでした。この2日間いろいろと過ごしてきましてマジで最高だった。キャンプ生活超最高。僕ねもともと結構趣味がインドア派な人間なんでスポーツとかもほぼやんないしアウトドア系ってね全くやんなかったんですよ。でもこうやって来てみると良さが分かりました。今までねこの30年生きた中でこんな経験はねなかったと思う。同じもの食っても美味しいし、もちろんねテントの設営とか、まあ、全然慣れてないから大変だし不格好になっちゃってるけど疲れた分ねなんかもう何してても楽しい。普段のね数倍幸せな気持ちになれました。まあ、今の時期はね、まあ、コロナ禍でいろいろと趣味で出かけたりとか人とね会ったりすることってなかなか難しいと思うんですけれども、こうやってねソロキャンプに来るとマジでその心配もないし一人で楽しめる素敵な趣味なので、ぜひね皆さんも興味があったらソロキャンプですね、楽しんでみてください。あーなんか穏やかな気持ちになる。ただちょっとあとはねこのキャンプの片付け、僕のね一番苦手な分野です。掃除片付けがねマジで苦手なんだけど、まあ、ちょっとね頑張って片付けて、ゆっくり帰って家でね、嫁さんと娘ちゃんの顔を見たいと思います。それでは。はい、ということで今ねこんな感じで全てテント等の片付けが終了しましたので、今日はねこのまま帰りたいと思います。それではじゃあね。